皆さんこんにちは、これから晩ご飯の仕込みします。まとめ作りです。今日は鶏むね肉 1.2 キロ買ってきました。これからちょっと唐揚げ風の鶏むね作ります。あ、今日はちゃんと成形がなってる。今日ね、包丁研ぎました。ダイソーのやつで。これね、皮がねうまく切れないんですよね。皮が美味しいんで、本当は皮いけないんですけどね、糖尿病は。糖尿病じゃ、脳梗塞か、脳梗塞にもよくねえんだよな。いや、昨日は本当に楽しかったです。まあ避妊手術は今日ですけど、そのね、捕獲に立ち会えたっていうのもありますし、改めて命の大事さを知りましたね。冷た。そう、昨日はね、朝公園のね、モーちゃんエリアから、モーちゃんのお墓のエリアから始まって、でね、まさかパンちゃんが来てくれて、そう、警戒してるかなと思ったら、パンちゃん俺には警戒してなかったんですよ。ちょっとね、嬉しかったです。ね、昨日のコメントじゃないけど、確かに虚勢もちょっとかわいそうっちゃかわいそうっすよね。でもね、いじめちゃうから。そうだね、人間はどうなんですかね。人間の場合はパイプカットしたらパワハラとかなくなるんですかね。ああ2 3で、その後ね、みーちゃんエリア行って、そう、昨日、そう昨日みーちゃんに、最初みーちゃんしかいなかったんですよ、朝は。でみーちゃんにあげて、でね、チュールもあげて、ほんでゆっくりしてたら、干物屋の虐待じじい、子猫を殺したじじいが帰ってきたんで、速攻みーちゃん逃げて、俺も漁港に行きました。でね、漁港行って、そう、ちゃちゃ丸が朝いなかったから、ちょっと心配だったんですよ。ほら、そらちゃんの件とかもあるじゃないですか。うん、てんちゃんも。そう、かどちゃんもいなくなっちゃったし。うん、心配です。そう、みんなやっぱね、食いつきよかったっすね、なんだっけ。ダイソーじゃない、ウエットだと。そう、ちゃちゃ丸もペロッと食って、昨日みんな食ってたもんな。何個だ今日1日、これ1日1枚食べようと思ってるんですよ。2、3、4、5。あ、これいい、ダメだな、これあれだな、ちっちゃく切ってるとはね、さすがに量多いな。これ3日じゃないっすね、1週間ぐらいかかりますね。そうでね、漁港でちょっとゆっくりして、でその後あれか、岩場か、岩場行って、で昨日岩場で出会ったご夫婦が、もう見た感じお金持ちそうで、すごいなんかいいカリカリ持ってきてくれて、昨日だから岩場のね、そう、それでね、ちゃちゃ丸じゃねえや、あいつマイケルも来たんですよ、珍しく。マイケルね、昼間は来ないんですよね。そうで、なんか若い女の子たちが、そう、その一昨日、3日前と違って、みんななんかちゃんとモラルを守るような人たちだったんで、そのお姉さんたちが、かわいいかわいいずっと言ってて、でこの猫ちゃん普段この時間来ないからレアですよっつったら、すげえ写真撮ってました。マイケル来ないからね、普段。チャチャマリア・チャトランはね、すごい人間大好きなね、チャトラだけど、マイケルはね、すぐ逃げちゃうんですよ。まあ野良猫だからしょうがないですよね、自分の身を守るために。
その後またカニ屋さん行って、そう、あのまだ動画上げてないんですけど、あのミーコがあのお客さんの多い、やっぱあの土曜日だから人多いじゃないですか、観光客が。なんであの倉庫にあのしまわれてました、あの店内うるつくから。そう、一昨日行った時になんかね、やっぱね、猫のね、どう、猫アレルギーの人もいたんですよ、お客さんで。だからまあ商売してるからしょうがないかなって。そこはまあね、あそこはほら猫が売りじゃないですか。だっていつだっけな、なんかね、去年ジャニーズジュニアがあの明星かなんかの撮影で、撮影とか写真撮影で城ヶ島来たんですって。でその時にあのなんかそのジャニーズジュニアの男の子、休憩時間、金谷食堂でご飯食べるじゃないですか。食べた後、あのずっと猫と遊んでたらしいです。好感持てますね。名前なんつんだっけな。そう、それだけでもね、おしめになっちゃいますよね。別に興味ねえけど。そうで、その後、また漁港戻って、ちょっと早めに戻ったんで、またみんなに、カリカリ。そう、エイム30。あの、みーちゃんと、ボノちゃんと、あとサビちゃん、お年寄りなんでにはあのエイム30 100% ありました。そうでね、その後また岩場戻って、そしたらあのボランティアリーダーさんが急いで来て、あの捕獲されましたっつって。でボランティアリーダーさん自転車で回ってるんですよ、城ヶ島を。で運べないんで、あの横須賀のボランティアの人があの運転してくれて、で2人であの三崎動物愛護病院行って、あの避妊手術 あの手続きして、で今日やることになりました。でその後もう忙しかったんで、でなんかねボランティアリーダーさんが島回りしてる時にあのみーちゃんいなかったらしいんですよ。だからみーちゃんにご飯あげれなくて、ごめんって、一郎ちゃんいいって言うから、何言ってんですかって、当たり前じゃないですかっつって、やりますよ、もうみーちゃんのためだったら一生懸命生きてるんですもんね。え、あんよが悪くていつもビッグ引いてんのに。そうみーちゃんもね、みーちゃんはあの何だっけ、モーちゃんの魂受け継いでますからね。でボノちゃんはミルクティーの魂を受け継いでるんです。やっぱりね、そう、あ、モーちゃんのお墓も、綺麗なね、黄色いお花、あれ、色が鮮やかすぎて、あの、造花だと思うじゃないですか、あれ、本当の、あの、生花なんですよ、あれ、本当のお花なんですよ、すごい綺麗、鮮やかで、俺、黄色が好きなんで、なんかね、嬉しいんですよね、嬉しいです。もーちゃんのためにね、亡くなったとはいえ俺の心の中にはもーちゃんとミルクティーはいます、ずっといます。だからもう不幸の猫ちゃんは増やしたくないんです。本当に改めて思いました。俺もね、最初ね、あの城ヶ島行った時は YouTube の撮影で行って、まあ猫が好きっていうのもありますけど、それでそんな簡単な理由で行って、でサビちゃんとブーツちゃんとチャトランと出会って、あの二人がね、ご飯喜んで食べて、チュール食べてくれて、でその後すごい甘えてくるんですよ。でその姿を見て、やっぱご飯だけじゃないんだなって、愛情も足りねえんだなって思って、それからね、猫活始めたんですよ。そう、やっぱりね、愛情欲しいですよね、人間もそうですけど、うん、だってボスちゃんもシュン君もね、ボノちゃんもみんな、あの甘えん坊の猫さんたちはみんなやっぱそうっすもんね。なでなでされてると気持ちよさそうにしてますもんね。ただね、岩場西側のボスちゃんは
トントンされるのが嫌いなんですよ。よくあの YouTube の仲間でもあるあの教え内蔵さんがお尻トントンしてあげるとシャーするんですよね。そう、まるでコントンのように。よし、切り終わった。じゃあ次は味付けします。